やりたいゲームがまだまだたくさんあってそうですね、それですかね。はい、あれはすみません。でも、はい、やってしまいたくなりそうなところを、あ、やりたいゲームが多すぎてまだまだいろんなタイトルが残ってるんです。はい次どうぞバトン渡されます。内藤さん、やっぱりこう年齢の割に受けなんか経験してきたものが重いというか、まあ、なかなか人が経験するものではないことを経験しているからなのか、それとも、まあ、なんだろう、こう、年齢的には、なずなちゃんの方が若いのだけれども、精神的にはちょっと大人な部分も あるな、と感じた部分があったので、なんかそういったところで、こう、鈴代さんと会話するときに、こうなんかそこが不思議な感じじゃないんですけど、こう見ていただけたら嬉しいなと思っていたりもしたんですけども、最初にアフレコをさせていただくときに監督から、あまりもなんかそういう過去自分 その起きてきたことに対しての悲壮感とかはもうそんなもう取りすぎて時間が経っているのでっていうディレクションをいただくことができたので、なんかそうですね、なんかそこを どうしようか どのくらい残っていていいのか表現していいのかっていうところがちょっと不透明で、こう不安ながら現場に当日ちょっと参戦じゃないですけどこう来させていただいた部分があったので、そういうディレクションをアフレコの前にいただくことができて、すごくクリアになずなちゃんを演じさせていただくことができたので、そうですね、はい、そこですかね、気をつけた点とかは。はい、しかもこうなずなちゃん、やはり鈴代と同じ力を持つ、まあ、はい、作中の中には演じられる唯一の、まあ、人物というところでもあって、何かこう寄り添うようなそんな温かみも感じたんですよね。そうですね、なんかこう通ってきた道を歩んでいる気がするっていうところから、なんかこう共感じゃないですけども分かるよっていうところで、ちょっと優しく寄り添っている部分がちょっと大人っぽく感じていただけたりとかそういう見え方をしていただけたらなと、はい、思っておりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いてムービーに行きます。広報ムービーの方へ続いて手を振ってご対応いただけますでしょうか。そしてこちら配信をねご覧になっている方もいらっしゃいますので、ぜひとも手を振ってお願い。